フーニンズに新入団希望のサウスポーが現れた。はい、ということでね、今ピッチングキャッチボールしているのがですね、クーニンズ入団希望の選手です。聖光学院高校で野球やってました小林剛介です。3年の夏に甲子園のベスト4と、国体の準勝をさせていただきました。甲子園は何回出てるんですか？3試合投げて2試合先発で1試合抑えてました。すごい。で、なんか国体ではなんかマダックスと言われるぐらい制球力が高かったということだったんですけど、はい、コントロールには自信があるんですか？自分は球速が速いピッチャーじゃないので、コントロールとあと、まあ、変化球だと思うので、まあ、自分はそれを武器に今までやってきました。最速は何キロなんですか？131です。131キロ。はい。で、持ち玉は、スライダーと縦のスライダーとカーブとチェンジアップ2種類と、あ、そのくらいですね。5種類も操ると。はい。大学ではしなかったんですか？はい、大学ではもともと体育の先生になりたいと考えてたので、野球から一回置いて違う道に進もうかなと思って。おお、なるほどなるほど。ただなんか進路問題があったみたいで。はい。現在は、志望の大学には行けず、はい、で体育教師になる専攻がちょっと難しくなったって聞いたんですけど。はい。今は経営学部しかなくて全然違うやんじゃん。取れないんで。これなんですけど、専門的には学べないんですよ。今は体育の先生とかは、自分がなんか、まあ、探そう、新しいことを探そうかなと。ああ。じゃあ今自分探しをしつつ、野球をサイドしたいなということですか？はい。クーニー TV は知ってくれてたんですか？はい、中学校の1年生くらいから。中1から見てくれてたと。多分5年ぐらい前から見てくれてるんですね。はい。これ小林くんはクーニンズに入団してくれようと思ったきっかけは何なの？自分、中学校くらいから見てて、うん、で、雰囲気が好きだなと思って。雰囲気が、はい、で、ずっと入りたいと思ってたんですけど、でも高校でいいとこまで行けたらもしかしたら大学もっていうふうに中学校の時は考えてたんで、でも自分の実力じゃ多分通用しないっていうのが分かって。そんなことないでしょう。で、国体ですごいいいピッチングしてたじゃん。まあ、相手との相性っていうのが、自分の、まあ、持ち味っていうのが、なんかバッターとの駆け引きっていうのがあるので、うん、それができないと上でもやっていけないっていうふうに思った時に。その上でするには自分的には何が足りなかったの？球速が足りない。あ、はい、で球速が140キロぐらい乗ってたら考えたってこと？はい。なんかすごくもったない気もするけど、まあ、でもやりたいって言ってくれたら、まあ、嬉しいから。はい、あの雰囲気が好きなんだ。はい。あの若手と大丈夫、絡んでいける？あ、大丈夫です。今日受けてもらうのが緑川ですから。はい。緑川はどんなイメージですか？はあの構えがどっしりしてて、最初の緑川さんがあの入団というか体験に来た時からいいなと思います。多分ナイキかなんかの帽子かぶ、後ろ受けて。あ、ナイキの帽子かぶってたね。覚えてるね。すごいね。マウンドに投げてる18番は誰かわかる？若林さんです。若林。はい。若林はどんなイメージなんですか？は、もうチームのムードメーカー。ムードメーカー。なんか自分自ら盛り上げてくれる。自らいろいろ盛り上げてくれると思われてるよ。背番号18なんだけど。どういうこと？なんか盛り上げたかお前。まあ声は出るっすよね。声は出てるね、確かに。若林が今何歳？今24です。あ、もうそれでも5個違うんだね。はい。5個上の先輩とか今までいなかったし大丈夫？いないですね。はい。村瀬が一番近いのかな。違う、今何歳？今19で。いや、だからもう20、10個ぐらい違うんですよ。緑川ですら江戸一周近く違うんだ。一回り違います。何年？猿年です。猿年。だから俺13違う。長崎さんと一周違うってこと？やべえ。長崎さんと一周違うんだ。長崎さん、一周。お願いします、小橋です。野良瀬が今21歳だっけ？21です。一番近いから、はい、仲良くしてよ。お願いします。はい、お願いします。背中見てみ、背中。小林くんの不動心って書いてある。不動心。忠誠心と不動心。忠誠心と不動心。不動心はなんかチームで掲げてる、成功で掲げてるのが不動心と、
でもそのおかげか物腰しっかりしてるよね。19歳には思えないぐらいどっしりしてるよ。はい、逆って言われます。え、そうなの。はい、なんか自分が末っ子なのもあって、なんか下に見られるっていうか、上にあんま見られないです。上には確か見えないよ。見えないけど、この立ち姿とか喋り方が19歳と思えながら落ち着いてるよ。あ、それはあの成功学院の。そうだよね、はい、トーク力もある感じというか。村瀬と違うね。バカって言ってるじゃん。村瀬の方がガキンチョに見えるもんね。どっちかっていうと。うわぁ、帽子の被り方がマジで現役だな。この前まで現役だったってことですよね。そうそうそう、帽子とグローブの形がちょっと浮いてる感じがね。帽子がちょっと浮いてる感じがね。軟式は小学校の3年間ぐらいしかしないみたいやけど、まあね、久しぶりなんですね。うん、コントロールいいね。そうですね、マダックス呼ばれてるからね。おマダックス、精密機械。そこしか来ないもんない、今さっきずっと。そうですね。はい、軟式難しいですね。難しい、縫い目がないんで曲がってるかどうかわかんないですよ。まず縦スラ、縦スラで OK。 いやいや、結構曲がってるよ。スラ OK。 あ、軌道違うわ。縦と横の使い分けはどういう風に考えてるんですか。スライダーは巻くっていう感じで、縦はここが自分は指先だと思って、こうなります。手首をもう指先と思って、はい、高め振るバッターとか背が高いバッターとかだったら2ストライクで釣り玉じゃなくて上にまっすぐ投げて、その後スライダー落とすとか。ああ、高低差を使う感じで、はい、左バッターには自分はスライダーが中心でずっと投げます。逃げていく系で、はい、じゃあチェンジアップをちょっと。チェンジアップも2種類あるんですよね。一応あるんですけど、軟式は多分1個だけですよ。1個、それはどういうチェンジですか。は挟んで逃げながら落ちるんで。おお、確かに、なんか見た目はもうフォークボールだね、はい、チェンジアップ完全にフォークボール、はい、でもチェンジアップなんだこれ。フォークみたいに落ちないので、どちらかといったら急速差でやる人なんで、チェンジアップって名前にはしてます。じゃあ回転数が多分ないんだろうね、はい、それで減速してんだろうね、はい、あとカーブも結構代名詞ですか。カーブはカウント取りたい時とか、あとは試合ではカウント取るだけなんですけど、キャッチボールとかで一番多く使ってます。あ、そうなんだ、はい、じゃあカーブいきます。すげえ遅い。あ、じゃあこの球速幅で抑えていくタイプということですか。そうです、はい、まっすぐは130のカーブが80キロ台で、はい、まあ、約50キロの緩急幅で抑える、はい、制球力のいい、それが小林くんと。はい、そうです。じゃあこれからちょっと対決お願いします。お願いします。チェカ、おお、32出たよ今。え、ちょっと自己最速出たけど今。32。自己最速出てる。並々ならぬ闘志ですね。これはいいチェンジだな。よく若林見逃したね。スラか。さあ追い込まれてる若林、何が来るんだろうか。うわーっと、
カーブでサードゴロ。急速帯がすごい違うね。めっちゃいいっす。だいぶ止まって見える。チェもふーんってきましたね。カーブは、カーブも一回ポンって抜けるんで、うん、おってなるともう負けちゃいます。負けちゃう、はい、最後からかは川カーブから入ってきたね。まっすぐめちゃくちゃ速く見えるな、カーブの後カメラが撮るのが大変だ。テンポ速い。これは打ち取りましたね。サードフライ。まっすぐ130超えてんだよな。いいスライダー。さあカウント有利になった唐川、ここで何を投げるのか。スラ。さあ緑川はどの球を投げさすんでしょうか。おお、ナイスボール。今何、スライダー。スライダーやっぱ生命線なんだな。さあスライダー中心にコンビネーションしている緑川、最後に投げる球は、おっとボールが、これはでも面白いとこ決まったね。あ、いいっすね、いいっすね。あ、いいね。まっすぐで、でもスライダー来た時に結構びっくりする感じです。まっすぐだと思ってスライダーみたいな感じなんで、結構まっすぐあまり来ないじゃん今のところ。そうです、はい、やっぱ変化待ちになってんの。基本変化待ちで待ってます。うわー、今のいい、いいね、めっちゃいい。オッケー。あら若林も完璧にずらされて、まっすぐがちょっと早い分ね。そうですね、早く感じますね、チェンジが。130速く見えるな。速く見えます。見せ方がいいですよね。まっすぐ本人が言ってたよりも速いんだよね。いや普通速いです、うん、めっちゃいい球。裏のぐらいに感じる。いやでも裏の速いです。最近裏のよりも速いんだ。いや裏の方が速いです。でもすごいいい球来てます、うん、伸びしろだよね。そうですね。ナイスボール。小林君、彼がめちゃくちゃ粘るバッターだから、はい、ストライク。さあ追い込まれました。おっとショートショーフライですね。いやそれにしても小林投手のテンポがめちゃめちゃいいね。これ注目したいのが、こう投げた後にもうボール取って割とすぐにね、もうプレートに足かけるんですよ。フォームがねすごいコンパクトだから、この辺ねピッチクロックもすぐに対応できそうな。もうねこれで投げれちゃう。この足場のコントロールがすごいね。もうこれですぐにね投げれちゃうから。あ、いいチェンジだな。ナイスボール。最後はスラー。
ナイスボール。さあ、ということでクーニンズバッター陣全員打ってみたけど、結果ヒットを打ったバッターがいないということになりました。それぞれどういう感想だったか、まず教えて村瀬。スライダー系が何球しかあって、で全部同じ軌道からそれぞれ曲がり幅が違ったんで、すごい打ちづらかったです。スライダーが良かった。はい。原川は、はい、もちろん球良かったんですけど、やっぱ一番印象的だったのが、結構サインに組み振ってこうバッターの反応見ながら頭使って投げてるなって思って。そうなの。はい。おー、クレバーだね。いや、もうめちゃくちゃストレートでインコース投げてくるし、しかも多分スライダーもインコースで下手すり当たってたんじゃないかなぐらいの、心臓から毛が生えてますよ、やっぱピッチャー。え、でその後アウトコース、その後アウトコースのチェンジアップ。もうそうやって料理してきたんだ、まあ、今までは。はい、すごい。軟式じゃ全然あんまりこう関係なくできた感じ、今日は。今日は、いや、でもまだスライダーが曲がってないです。スライダーが曲がってないの、はい、あとチェンジアップが全然落ちないけど、ちょっとまだブレーキになってないな。としばらくクーリンズの雰囲気になりつつね、頑張っていきましょう。はい、はい、お願いします。以上、小林くん特集でした。今日の動画は以上です。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。